ジャン・フィリップ・ルバミンは、コートジボワール・サンペドロ出身のプロサッカー選手。プレミアリーグ・エバートン FC 所属。ポジションは、ミッドフィールダー。コートジボワールに8歳まで住み、その後フランスへ渡った。ギリのいとこの彼女の父親が、ランスのスカウトをしていた縁で、2007年 RC、ランスの下部組織に入団。2013年5月10日の EA ・ギャンガン戦で、トップチームデビュー。 しかし結果は0から7と惨憺たるものだった。2013、14シーズンはアントワーヌ・コンブアレ監督の信頼を得て、レギュラーに定着、リーグアン昇格に貢献した。2016年7月にクラブの構想に共感を得て、1、FSV マインツレー越え、移籍、5年契約を結んだ。本職のミニサイドバック以外に、ボランチで活躍し、定位置をつかんだ。 ただ同シーズンは22試合にしか出場していない、中で3度の退場処分を受けるなど、荒さも目立った。2018から19シーズンの開幕前には、プレミアリーグのクラブからオファーを受けていたものの、マインツ側が断った。2019年8月2日、エバートン FC に5年契約で加入。開幕戦のクリスタルパレス FC 戦では、ベンチスタートだが、前半に、 アンドレ・ゴメスが負傷した影響で途中出場しデビューを飾った。しかし3節の直前のトレーニングで負傷し離脱。10月に右大体4頭筋損傷の手術を終え全治3ヶ月になった。ユース年代では市民権を持つフランス代表を選択し UEFAU-19 欧州選手権などにフランス代表の一員として参加した。2017年4月。 出生地であるコートジボワール代表への変更を表明。2017年6月に開催されたオランダとの親善試合で初キャップ。ありがとうございます。